おはようございます。白菜です。本日のお話は、自己否定の確証バイアスに反論しようというお話です。自己否定的な気持ちが強いとですね、自分がダメなところをやっぱり見てしまう。ついついそこに目が行ってしまう。で、ある出来事があった時に、その出来事に対してなんかこう自分がね、ダメな理由っていうものを見つけに行ってしまうと。もうそれが癖みたいに、反射みたいになってるわけですね。で、いわばまあ答え合わせをしてしまうと、ほらやっぱり、こうだからダメ。やっぱり自分はダメみたいな。で、それが、いわゆる認知心理学とかで出てくる、確証バイアスというやつと一緒ということですね。確証バイアスっていうのは、自分のまあ考えがあって、例えば何かね、記事を見るなりなんなりしても、自分がそうだっていうふうに思っているものを、こう、裏付けてくれるようなものを見てですね、ほら、やっぱりっていうふうに思ってしまう。まあ、これね、誰でもありますし、もう無意識的に、やってったらね、そうなると思うんですよ。あえて意識的にこう、なんか、逆のものとかを見るっていうことをしないと、やっぱり人間そういうものだと思うのでね。まあただそういうものがあると。で、この自己否定についても同じように、もう自分がほら、自己否定が強い人っていうのは自分がダメだと思っているので、いいところもあるのに必ずね、そこを見ずに自分がダメだと思っているので、もうその自分がダメだっていうことを証明するようなものの見方をついしてしまう。なので、まあ、いくらね、それで、こう、外からね、いやいや、でもっていうふうに、まあ、こういうとこはいいところなんじゃないのって言われても、なかなか素直にそれを受け止めることができない。でも、実際にはいいところもあるはずなんですよ、絶対に。誰でもね。なので、もう、人がね、これ、いくら外から言っても、なかなか難しいので、やっぱり自分自身がそれをこう受け入れて、そうだ、自分にはいいところもあるっていうふうに自分で少しずつ思うようにならないと、なかなか自分をその自己否定的な部分から脱出させることができないと。なので、まあいきなりその自己否定的な部分をね、直すっていうか、まあ、フラットな状態というかね、に持っていくっていうのは難しいと思うので、最初はでもまず、自分にもいいところがあるはずだということで、その、確証バイアスに似たその動きでですね、自分のそのダメなところを見てしまったときに、いや、ちょっと待てと。でもこういうところは、いいところじゃないのっていうふうに、反論を自分の中でしてほしいんですよ。ダメなところっていうのは誰でもありますし、だけどそんなダメなところばかりを見てですね、自分を責めるっていうこと自体を、その行為自体を自分で許してはダメだと思うんですよね。自分がそれをしてしまうことを。で、人がね、例えばまあなんか悪口だなんだろうを言ってきてもですね、その人の言葉はコントロールできませんよ。その人が何を言うかっていうのはコントロールできませんけど、自分が自分に何を言うかっていうところはコントロールできる。まあ、完璧にっていうのはね、なかなか難しいかもしれませんけど。自分のそのダメなところをですね、ちゃんと認識するっていうのはいいんですけど、ダメだろそういうところはと。だからお前はダメなんだみたいなことを言う、自分に対して言っちゃうのは、それはもう認識じゃなくてもうそれいじめですから。自分に対するね。で、本当の意味でその自分を傷つけられるのはやっぱり自分だけで、人の言葉でもまあ傷つきはするんですけど、でも人に何か言われた時に、その言葉で本当にこう深々とね、自分を傷つけることを許すかどうかっていうのは自分で決められるものなので、だからちゃんと自己否定をしてしまう、そこに対してちゃんと反論をしましょうっていうことです。自己否定だけでね、終わらないように。まあ、自己否定とか、まあ、自己否定はあんまりしない方がいいですけど、ダメなところを認識するのと否定するのとはまたちょっと違うのでね。
だからそのダメなところなんてないよって言ってしまうのではなくて、いや、ダメなところは確かにあるけど、でもいいところだってあるじゃんっていうふうにこう、自分の中で自分っていうその存在に対してのそのちゃんと議論というかね、ことをすると。で、いいところもあるよっていうことをちゃんと自分で自分に伝える。で、その自己否定的なそこに対して反応をしようと思ったら、ちゃんと自分のいいところを探そうとすると思うんですよ。反論するために、ね、なのでそれ自体がもう自分のいいところを見つけることにもつながるので、はい。で最終的にはそうやって自分っていうものはこういうふうな、こういうまあ要素でできているっていうことを受け入れるっていうことが大切で、両方持ってるっていう、それがね健全だと思いますので、はい、そういうことをですねちょっと意識してみるとだいぶ心がね楽になっていくんじゃないかなと思います。はい。ということで本日のお話は、自己否定の確証バイアスに反論しようというお話でした。では、今日も素敵な一日を。